日本国民党代表指名手配議員の鈴木信之です。長官グラスプいきます。いやー、昨日もね、今日も昨日夜は定例会やったんですよ。皆さん集まっていただきまして、今月のスケジュールいろいろ確認しましたけど、その後ね、具合悪くなっちゃった。いやー、あの時の夜中ね、今日はだから明日からね、週末でいろんな運動会とか行事があるんで、ちょっと、体力回復のために今日ゆっくりしようかと思います。長官グラスプいきます。北朝鮮にね、石破首相が、連絡事務所と、韓国の連絡事務所は爆破されたんだよね。こういう国に対してはね、武力を持って交渉しなきゃダメです。日本が拉致問題解決できないのはこういうことですよ。対してレバノンの首都中心部爆撃、イスラエルは自国民を拉致されたらこうして報復してます。これは大きな違いですよ。自国民が拉致されたら武力を持って救出する。で、片や連絡事務所を設ける。連絡事務所を設けたって、そんなもん、あの、解決に向けて進展するわけじゃない。昨日のあの動画では、日本版 NATO についても批判しました。合唱連行をもとにして、説明したんで、その話は昨日の動画を見てください。京都府警ね、エリート官僚がさ、部下に殺すぞって、殺してんだったらやってから言えっつんで。昔後輩がね、鈴木んとこに、誰々さんをやりたいんですけど、ぶっ飛ばしたいんですけどなんて言ってこないですよ。やってから言ってきた。何々さんとこ寝込みを襲ってっていう話をしてきた。やっちゃったのって言ったら、やっちゃいましたって言うから、やっちゃったものは後始末するしかないなってしかなかった。やる人間はこうなんだよ。あとは、米大使と同盟強化を確認しようって言うけど、でもこの北朝鮮の問題、それから中国の問題ね、この石破さんっていうのは台湾派でもあるところが救いですけど、こういう問題を一つ間違えるととんでもないことになりますよね。これは、レバノン邦人退避、空自機出発と当たり前ですね。イランの核施設に、報復攻撃、これはね、イスラエルやんのかな。これ大変なことになってきますね。やっぱりね、なんとかね、イスラエルを抑えて、で、ハマスと、あれなんだっけ、テロ集団に関しては、それはもう圧倒的にイスラエルの方が強いですよ。イスラエルを抑えて、アメリカを抑える、そしてテロ集団をイランが抑えるという形でしか収束できないからね。それはなぜかちょっと説明してるけど、日本のためですよ。アジアに空白を作らせない、ウクライナも早く終わらせる、それは日本のためなんですね。ちょっと社会面いきますね。横田さんの話、パワハラ、本部長パワハラ状態か、書類投げつけとかするんだ。キャリアっつうのはね、社会知らないからね、これ警察だけじゃなくて、役所勤めの人なんて、これ、みんなそこ以外知らないから。あとは、兵庫県知事選、自民独自候補断念だって、情けないな。情けない自民。解散すりゃいいんだよ、知事も知事でさ、議会解散したらやろ。それやらないんだもん。覚悟ないやつらダメだ。
無料カットでウクライナ支援だって、うん、東京版ね、この田原総一郎さんの、話の肖像画っていうのは毎日見てます。やっぱりこういうジャーナリストっていうのはね、政治の中心に切り込む人たちが大事ですよ。その人の思想が云々じゃなくてね、今そういうジャーナリストがいないとは言わないけど少ないでしょ。昔はジャーナリスト上がりの政治家とかにいましたからね。まあ青山茂春さんなんかもそうだけどさ、睡眠薬ではなく睡眠の質を向上させるさ、あ、これは健康通信ね。鈴木はね、寝るときはパタッと寝ちゃうんだよね。睡眠薬使ったことないよ。アンモニア発電っていうのがあるのか、健康保険組合半数超が赤字、高齢者医療の負担増。だからさ、ねえ、外国人で、日本の社会保障を使うのは永住者だけですよ。永住者だけ。社会保障っていうのは生活保護も含めてね、そこら辺ははっきりさせなきゃダメ。だって日本来たくなきゃいいじゃん。ああ、いいですよ。日本来なくて OK だと。うん。ロボットどんどん、AI とロボットに力入れましょうよ。ね。保守党。穏健派と右派せめぎ合いか。保守党の中でもね。維新、企業献金を禁止、公約明記。うん。大臣、副大臣と政務官も続々決まってきましたね。こんなところかな。中東問題は本当、一つ間違うと、石油の高騰がもっと深刻になってきますしね、これは、日本の安全保障にもかかります。アジアに空白ができる。なんせアメリカがウクライナに、手を出して、今度中東でも手を出してってなったら、アジアに力割けなくなりますから、これはね、やはり、アジアにとっては良くない。ウクライナ、トランプ政権になってウクライナをもう終焉止める、そして、イスラエルを抑えて中東も止める、そしてアジアの危機に備える、これがアジアの危機というのは対中国ですよ、これが大事なんですね、その時には石破さんじゃはっきり言って、無理だ、アジア版 NATO なんて言ってるようじゃ無理だからね。鈴木の、まあ、動画をずっと見てる人はさ、その理由っていうのはわかると思います。では、朝刊グラスプ、今日の朝刊グラスプはこれで終わりです。